指は大きな手のひらで一つにつながっているように、私たちの魂もずっと深いところでみんなの魂が一つの根源でつながっているという真実を表しているのではないかとさえ思います。人間社会って肌の色も考え方も違う人たちがそれぞれ天から与えられた役割を果たしながら一つのタペストリーをこう編み上げていくような、そんな姿なのかもしれません。私の地元富山県魚津市には日本で第3位の幹回りを持つ銅杉と呼ばれる天然杉の古木で巨木が百数十本生育しています。樹齢は古いもので1000年、若いものでも数百年は経っているそうです。無言のままメッセージを発し続けている、そんな古木のそばに立っていると身も心も癒されて無限の安堵感に浸ることができます。地下水を根っこから吸い上げて空に返す、そんな木の働きを思うとき、すべては大自然の調和の中に生かされていることに改めて思い至ります。この銅杉のように森の中で群生している大きな木々は互いに支え合うように生育していきます。大木たちは巨大な根が絡み合って地面にしっかりとこう根を下ろしているので、長い歴史の中で遭遇したであろう嵐や風雪あるいは自然災害にも耐えてきて現在の雄大な姿を私たちに見せてくれています。高い木になるとこの影を作ることで若木を保護し、その落ち葉は土壌を肥やします。木は一番高くなった時の約3倍の長さの土地を与えないと根っこが張れなくなると言います。木というとこの多く茂った葉っぱや枝ばかりに目が行きがちですが、表面には見えないその木をしっかりと支えている根っこという存在があります。その根っこは大地という養分をしっかりと吸収して成長していきます。大自然というのは全てが一つにつながっています。私たち人間は豊かな文明を築き上げてきましたけれども、私たち人間も自然の一部に過ぎません。じゃあ自然である私たちはどこでつながっているのでしょうか。一人一人は別個の存在のように見えても深い魂の部分でお互い通じ合っています。例えば家族です。自分の命の源は両親です。その両親の先には先祖代々の命はずっとこう連綿とつながっています。その命を大木に例えると、大地にある養分は神様仏様、目に見えない偉大な大生命とでも言いましょうか。根っこが親やご先祖様、そして目に見えている幹や葉っぱや花などの枝葉末節は自分や子供や孫たちということになるでしょう。社会や人類といった大きな視点にこの目を向けると、人それぞれに必要な立場が与えられ、それが全体の動きにつながるように知らず知らずのうちに計らわれているものと思います。例えばこの手を見てください。5本の指はそれぞれに似ていなるものです。5本がそれぞれバラバラにそれぞれの役割を果たしています。でもこの5本の指は大きな手のひらで一つにつながっているように、私たちの魂もずっと深いところでみんなの魂が一つの根源でつながっているという真実を、この手のひらと5本の指が表せるのではないかとさえ思います。同じ種類のこの木といえど、どれ一つとして同じものがないように、私たち人間も似たような姿形、似たような思考性の人はいても、全てが全く同じという人は一人もこの世にいませんよね。人間社会って肌の色も考え方も違う人たちがそれぞれ天から与えられた役割を果たしながら一つのタペストリーをこう編み上げていくような、そんな姿なのかもしれません。そうです、みんなで一つの素晴らしいタペストリーを編み上げているというのが私たちの歴史と言えるでしょう。私たちの人生は織物の裏側から編み上げているような働きなのかもしれません。裏側から見ても織物の美しさは分かりませんよね。だからこのままでいいんだろうか、自分はこれでいいんだろうか、そうやって私たちは挫折したり悩んだりするんだと思います。もし表の美しさを知ることができれば、今自分が行っていることの尊さを知れば迷いはなくなるでしょう。
人知では計り知れないのが私たちの人生です。だからこそ大らかな気持ちで自然の摂理を受け入れて、その摂理に沿いながら自分という存在を生かしきっていく。よく生きるためにはあれこれと頭で考えているよりもまず動くことです。目の前にある自分のやるべきことに一心に打ち込むことが大切なんでしょうね。詩人の山村墓長さんは友に送る詩という詩の中でこのように表現しています。何も言うことはありません。よく生きなさい。強く強く、そして働くことです。石工が石を割るように、左官が壁を塗るように、それでいい。手や足を動かしなさい。しっかりと働きなさい。それが人間の美しさです。仕事はあなたに、あなたの欲する一切のものを与えましょうと。これ私好きなんですよね。よく生きるとは頭で考えることではなく、実践が伴うこと、働くことが大事だとこの詩で語っています。人間の本当の美しさは自分の仕事や勉強ややるべきことに真摯に一生懸命に打ち込むその姿にこそあります。弱くて至らない自分をも受け入れて、生かされていることにまず気づくことです。感謝しながらひたすら自分のやるべき仕事に打ち込んでいくことです。日々の小さなことの積み重ねによってより良い人生を築き上げていくことができます。私たちの日々の営みは小さく地味なもので、取るに足らないつまらないことのように思われますが、本当は自分の営みの一つ一つが壮大な人類という歴史のタペストリーを想像する上でかけがえのない光景になっているのも事実です。人生というものは決して自分のこの狭い了見で考えられるようなちっぽけなものではありません。人類は全て大宇宙につながっています。私たちは共に一つの美しいタペストリーを作り上げていくその過程にあります。この混沌とした時代の中で本当に頼りにできるのは自分だけならば、人生で幸せになる道を自分自身で選択する知恵を持たなくてはなりません。人生の難しい選択を迫られた時、大自然の営みに意識を向けてみましょう。さりげない自然の情景や草花、虫たちのささやきに耳を傾けると思わぬヒントが得られることもあるかもしれません。道端に咲いている一輪の名もないような花でも、宇宙の愛や美や英知を感じ取ることができます。そしてその何気ない一コマから大きな喜びや幸福感を得ることもできます。全ては受け取る側の心一つです。日常で起きる様々な出来事を体験しながら、心の深いところから湧き起こってくる知恵に静かに意識を集中してみると、人間や動物というような垣根を越えて全て深いところでつながっていることに気づけるはずです。全ての命はお互いがお互いを支え合って生かし合っている一つの大きな命です。今目の前に起きている出来事から人生の深い知恵を学び取れる自分でありたいものですよね。自分が置かれている今この一瞬一瞬を味わい、そこに秘められている無限の価値を見出し、より価値ある人生が築かれますことを心よりご祈念いたしまして、今日のこの話を終わりとさせていただきたいと思います。合唱。